ただいま議長からお許しをいただきましたので、私は一般質問2点を総括方式にて質問させていただきます。質問に先立ちまして、10月の市議会議員一般選挙におきまして、再選をさせていただきました。2期目も女性の視線を大切に頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは質問にさせていただきます。質問1つ目、日本体育大学連携事業、ひろみちお兄さんの親子体操教室と研修及び講演会の拡充についてです。11月23日、公民館親子ホットステーションの子育てサポーター、自治会子育てサロン、またファミリーサポートセンターなどの子育て支援に携わっている方々を対象とした子育てサポーター交流研修会、これに私、ホットステーションの子育てサポーターとして参加させていただきました。講師は NHK 教育番組お母さんと一緒の10代目体操のお兄さん、日本体育大学出身の佐藤博道さんです。この日の午後は市民体育館で日本体育大学連携事業、ひろみちお兄さんの親子体操教室が開催されるということで、講師をしていただけたと、社会教育課から聞きました。研修のタイトルは、子どもたちの笑顔のためにということで、支援している0、1、2歳児の健康三原則である運動、栄養、睡眠などをお話してくださいました。子どもの健康三原則では、子どもの食事のバランスが10年後の体力づくりに影響すること、また睡眠不足による学力低下や怪我の原因になること、また睡眠前のスマホやタブレットの影響など、サポーターとして親御さんに伝えてほしいとの話もありました。また運動は親になったからこそ、自分の子どもと一緒にできることである。親子で体遊びや親子体操を通して愛情を伝えることで、子どもたちの笑い声が親にとっての一番のご褒美になり、育児ストレスの減少や睡眠の質の向上につながると、ひろみちお兄さんは弘前大学で研究結果を出せれて、医学博士になられたとお聞きしました。午後から市民体育館での親子体操教室を見学させていただきました。370名近い親子が1時間ほど休憩なしで音楽に合わせての体操や他の親子さんとの交流をしながら運動しました。お父さんやお母さんがひろみちお兄さんの声かけに積極的に反応される姿や、運動を通してたくさん触れ合うことで子どもたちの笑顔と歓声を上げている姿は大変微笑ましく、まさにご褒美でした。私はこの大人気の親子体操をもっと頻繁に開催すべきと考えます。運動することは体力向上だけでなく、親が子どもに自然に触れ合うことでコミュニケーション能力が向上し、母親からは安心感、父親からは遊ぶ心を伝えることができるそうです。守山市の子育て支援であるホットステーションのプログラムや、幼稚園、保育園の運動会、市のスポーツイメージなどに組み入れてはどうでしょうか。守山市の子育て支援事業として、研修の内容は、私たちサポーターだけでなく、直接お父さんやお母さんに、また健康三原則という点では、健康推進員さんや幼稚園、保育園、小学校の先生方にも聞いていただきたい内容でした。ですので、再度、研修や講演会の検討をすべきと考えますが、子ども・子育ち連携支援室事務官に見解をお伺いいたします。また続きまして、子どもの育ち連携における就学時の健康三原則の推進について質問させていただきます。先に質問させていただきました未就園児の日本体育大学との連携事業は、ひろみちお兄さんの親子体操教室が回数を重ねて、子どもの子育ち連携事業として充実してきていると思います。教育大綱にある健やかな心身を育むという就学以降の子どもの健康三原則については、どのような成果が出ているでしょうか。具体的に聞かせていただきたいです。
今や放課後外遊びをする子どもは 50% を切ると聞き及んでおり、学校生活での健やかな心身を育むということは、教育大綱の基本に理念である大地に根を張り、心豊かにたくましく生き抜くための土台になると思います。子どもたちの体づくりはもとより、心の健康づくりがコミュニケーション力やいじめの対策、また自己肯定感や自尊感情を育む、またやりにく力などにもつながると考えます。健やかな心身こそが大地に根を張る力ではないでしょうか。またひろみちお兄さんが中学生までの栄養が 骨づくりを完了し、それ以降は減少するのみだなど、分かりやすい話をしてくださり、子育てサポーターの研修での健康三原則である運動、栄養、睡眠についての効果など、やはり保護者に向けて啓発などの事業を推進すべきではないかと考えます。守山市の子ども子育ての連携と収穫時の健康三原則の推進について、教育長に見解をお伺いいたします。私の質問は以上です。事務官、それでは福井議員ご質問の1点目、親子体操教室の実施と子育て支援事業の取り組みについてお答えをいたします。今年度から子どもの生きる力を育み、家庭力の向上を図るため、新守山版ネウボラ創造プロジェクトを推進しているところでございますが、その取り組みの柱の一つである、妊娠期からの切れ目のない親子教育の推進につきましては、親子の育ちを促す交流、学習の場を充実させるため、関係部局が連携し、各種事業を展開いたしております。その一つとして、11月23日に開催いたしました佐藤博道氏による親子体操教室は、健やかな育ちのための運動について、遊びを通して学んでいただく機会として実施をいたしました。今年度は3回目の実施でありましたが、毎回多数の方にご参加をいただいており、今年度は370名の親子にご参加をいただきました。このほか、各公民館の親子ホットステーションでは、保育士や保健師によるワクワク子育て応援プログラムを実施し、親子の触れ合いと遊びを促し、保育スキルを高める事業として好評を得ております。保護者に行いましたアンケートでは、遊びを通して運動機能や言葉が発達するということを学んだ、手先を使った遊びはほとんどしていなかった、おもちゃがなくても遊べるとは知らなかったという声が聞かれ、日常的な子どもへの声のかけ方や関わり方について不安や悩みのある保護者が多いことを改めて課題として認識したところでございます。今後につきましても、特定の講師や内容にとらわれることなく、触れ合い遊びや体験を通じた学びにより、親子の愛着形成が図れる講座の開催、家庭でもできる簡単な触れ合い遊びの紹介、さらにはワクワク子育て応援プログラムの充実を図るなど、関係部局が現在実施使用しております事業についても見直し、より実践的な育児支援を行い、妊娠期から学齢期にわたる切れ目のない親子教育の推進に努めてまいります。なお、子育てサポーター研修会は親子ホットステーションや
地域の子育てサロン関係者を対象として実施をしたもので、50名の方にご参加をいただきました。当日の学びを生かし、こうした皆様の地域でのご活躍をご期待するものであり、今後におきましても、研修や情報提供は必要であると考えておりますので、関係機関と連携し、取り組んでまいります。以上、答弁とさせていただきます。教育長。はい、1点目のご質問、健康三原則の学校での取り組みについてでございます。適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養睡眠という健康三原則を推進することは、子どもたちを取り巻く社会環境などが大きく変化をし、さまざまな健康課題が見られる現状において、とても大切であると考えております。本市の小中学生の体格や体力の状況についてですが、毎年文部科学省が実施をする小学校5年生と中学2年生を対象とした平成30年度の全国体力運動能力運動習慣と調査によりますと、小中の男女ともに身長は全国平均、県平均並みですが、体重が全国平均、県平均よりも軽い傾向が見られます。また、握力、50メートル走、立ち幅跳びなどの運動の能力テストの合計点につきましては、男女とも小学生では全国平均より低く、県平均並みですが、中学生では男女とも全国平均や県平均を上回る結果となっております。こうした状況も踏まえまして、就学前に遊びの中で培った運動能力をより一層向上できるように、小学校では年間90から105時間の体育科の授業を充実させることはもちろん、休み時間等を活用して、10分間程度の運動を行う健やかタイムも実施をし、マラソンや縄跳び、ボール運動など年間を通してさまざまな運動に取り組んでおります。子どもたちの食育については、小学校では学級担任と栄養教諭、学校栄養職員が連携をして、食品に含まれる栄養素の働きや、楽しく調和のとれた食事の仕方を家庭科の授業で指導しております。中学校においても、家庭科の教員が食品の栄養的な特質や、1日分の献立作成について指導をしております。また小学校の給食の時間には、放送委員会の子どもたちの放送に合わせて、学級担任や栄養教諭、学校栄養職員が栄養指導をしております。一方、全国学力・学習状況調査の毎日同じくらいの時刻に寝ていますかであったり、毎日同じくらいの時刻に起きていますかとの問いに対する肯定的な回答は、小中ともに全国平均や県平均を下回る結果となっていることから、子どもたちの休養、睡眠について、健康に良い一日の生活や生活習慣病の予防などを扱う保健学習で指導するだけでなく、長期休業明けには生活リズムを見つめ直すことを目的に、学級担任と養護教諭が連携をして、子どもや家庭に働きかけを行っております。
また平成30年度に教育委員会が市内小中学生を対象に行ったスマホ・ゲーム機に関する調査によりますと、自分用のゲーム機を持っていると回答した割合は小学6年生で 70.2%、 中学3年生で 77.9% であり、使用時間も長くなる傾向となっていることから、十分な睡眠ができないまま登校することで元気に一日のスタートを切ることができないケースも見られます。スマホやゲーム機の使用に関する指導と合わせながら、健やかな成長のために睡眠が大切であるということを指導しております。2点目の保護者に向けての啓発でございますが、子どもたちの健康三原則の推進には家庭での支援や役割が大変重要であると考えており、啓発を進めているところです。運動面につきましては、運動能力テストの結果や体力づくりの取り組みを学校だより等で各家庭へお伝えしたり、学校医、学校薬剤師、PTA 本部役員からなる学校保健委員会を開催し、発育状況や運動面などについていただいたご意見を教育活動に生かしております。食育については、学校給食の献立表やシガーの日、全国味巡りの日など学校給食で取り入れているテーマ献立について紹介するパクパク通信を月1回、朝ごはんの役割や食物繊維の働きなどですね、食育の特集号としてもりもり通信を年4回教育委員会から発行しており、毎日の給食メニューを家庭の話題として取り上げていただいております。また子どもたちの健康面については、日々子どもたちの健康状態を把握する養護教諭が、その時々の子どもの様子や注意喚起を反映させた保健だよりを作成して配布したり、 PTA 主催の教育講演会で取り扱ったりするなど、各校において啓発に努めているところでございます。子どもたちが健やかに成長し、生涯にわたり健康で豊かな生活を送るためには、健康に対する意識を高め、基本的な生活習慣を身につけることが重要だと考えております。子どもたちの適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠については、全体的な啓発にとどまらず、特に気になる子については、より一層学級担任と関係職員が連携をして、本人と家庭に個別に働きかけを行い、健やかな心身を育んでまいります。今後も子どもの育ち連携で謳われている就学前から中学3年生までの連続した視点を持って、就学時の健康三原則の推進に努めるとともに、教育行政大綱の基本理念であります第一に根を張り、心豊かにたくましく生き抜く人づくりに向けて取り組みを進めてまいります。以上、答弁といたします。福井澄子さん、よろしいですか。福井澄子さん、はい、はい、ありがとうございました。一つ一点、もう一度再質問させていただきます。今教育長からありましたけれども、保護者の皆様に対しての啓発活動、しっかりとしてくださっている中ではありますけれども、なかなかこういろんな点で伝わりづらいというところを私の中でも感じておりまして、その中で今回質問させていただきました、ひろみちお兄さん、ネームバリューもありまして、大変人気があるということでは、やはり森山市の健やかまちづくり行動戦略、また市民啓発講座として定着化することが、市民の皆様、親御さんにの届く一つの、あれになるんじゃないかなと私は思っております。私はこの子育ての、子ども子育ち連携事業の中でも、子どもと親の心と体の育ちの支援がやはり一番大切ではないかと思っております。ひろみちお兄さんの表現やアプローチの仕方が、今後も、そういうことを学びながら、乳児期から思春期の子どもたちにわたっての親子の支援ということになればいいなと考えておりますが、
再度すいません、子ども子育て支援の連携室長、事務官にお伺いいたしたいと思います。お願いいたします。事務官。それでは再度の親子体操教室の実施についてお答えをいたします。議員仰せのように大変、いい事業ではあるというふうに認識をいたしておりますけれども、この教室以外にもさまざまな親子の育ちや交流を促す、交流や学習の場というのは継続した中で実施ができるのが望ましいというふうに考えております。そうしたことから先ほども申し上げましたけれども、こうした体験を通した学びにより親子の愛着形成が図れる講座の開催であったりとか家庭でもできる簡単な触れ合い遊びの紹介など、関係部局が連携をして今後についてもさまざまな事業を展開する中で切れ目のない親子の教育の推進に努めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。